ターチャンネル。はい、ターこと杉浦太陽です。さあ今回はウルトラマンコスモス20周年企画スペシャルというわけで、今回はコスモスの春の武蔵役なんですけども、武蔵の部屋ということで、ある方と対談したいと思います。それではよろしくお願いします。はい、もしもし。あ、怪獣ですか？怪獣は殺した方がいいと思います。殺しましょう。はい、すみません、やめてください。こんな悪い怪獣ありません。どうも、ご無沙汰です。あ、お疲れ様です。今キャップから、あ、キャップですか？怪獣出たって言うから殺しちゃってます。いや、すぐ殺しちゃってください。はい、つぶきのキャラをそこからいきなり守らなくていい。そうですね、ご無沙汰しております。ご無沙汰でございます。はい、つぶき役の一ノ瀬秀和くんです。お疲れ様です。どうもです。どうもです、はい、チームアイズです。はい、今回はですね、はい、20周年ということで、たい、もうコスモスといえばもう吹雪隊員が欠かせないということで来ていただきました。本当にね、20周年企画やりたいなって YouTube で言ってたんですよ、うんうん、でも一向にどうしていいかわからなくて、はい、こういう時は困った時のヒデ君。ありがとうございます。はい、ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。改めまして、春です。風です。二人合わせて春風コンビです。初めてやった。初めてやったけど。武蔵の部屋。武蔵の部屋ですよ。撮影でも武蔵の部屋ってあったでしょ。ありました、ありました。綾野の部屋もあったよね。吹雪の部屋はないんですよ。これはね、ずっと言い続けてたんですよ。吹雪の部屋、畳にしてくれっす。言ってましたね、それは。言ってた。後ろに日本といてくれって。当時からそんなこと言ってね。部屋がなかった。ああ、吹雪の部屋が。うん、だから吹雪の部屋っていうのをやるってことした。そう、その吹雪の部屋に僕も出ますんで、ぜひ見てください。お願いします。ここは武蔵の部屋です。今度もお願いします。さあ今回はね、はい、コスモスが20周年ですよ。おお、もう20周年ってことは、もう当時の子供たちが24、5歳みたいな。僕も当時で20歳だったんですけど、26か。うん、26。どうですか、僕の武蔵じゃなく僕の初めての B 賞、うん、いい子だなっていう意味。いい、あのひ弱でいい子だなっていう。確かにひ弱で。うん、帰りとかも結構一緒に帰って、一緒に帰ります、バスとか。お好み焼きはそう覚えてる。覚えてますよ。お好み焼き屋にとにかく行ってるってイメージがすごくない？確かに、撮影終わりにね、そういっぱいやりにみたいな。そうそう、大好きだったんだよね。こなやっていうね。こなや、こなや、こなや。懐かしい。そう、僕が上京してすぐ行ったお世話だったんですが、うん、そう、そこに必ず帰るみたいな。あそこで高間君とか、あ、うちの弟のね。そう、で、バンドやろうっつって、なんか一回バンドやろうか。あ、ピンクの弟は俺とかドラムで叩いた。いろいろやってますよね、なんかね。やったんだよ。でもちょっとね、20周年ということで、いろいろ持ってきたものちょっと持ってきていいですか？いいです、いいですか。持ってきたものって、なんだろうね。いろいろあるな、おい。いっぱいあったんです。実家からね、はい、当時のコスモスの思い出をね。うん。すごいよ。ほんぼこれで映画があったから。はい。はい、僕が映ってるんですけど、はい、あ、懐かしいですね。これはあれだね、映画だね。映画はコスモスジャスティス。俺隊長だと思う。これね、こういう映画のねワンシーンなんですけども、うん、もう吹雪隊員と僕のツーショットでずっとこういう映画やってたんですよ。これ結構当時のレア写真なんですけど、当時の僕らの青春のような。あら、まあ素晴らしいね。若いな。若いでしょ。これが20歳と26歳です。やばいっすね。やっぱヒデ君の髪型ちょっと変わってますね。あのね、映画版は隊長になったみたいな。オールバックです。あ、そうなんだ。からリーゼントからオールバック。そう。フフフ隊長、こういうリーゼントっていうね。ちょっと横だったのが、まっすぐ。懐かしい。ちょっと俺、出していいか分かんないですけど、家にね、岡助監督って当時の監督いたんですけど、最終話の台本、どこにあるんだろうって聞いたんですけど、ずっと、昔持ってないって言われて。持ってないです。実家行ったら出てきたんです。どういうこと、最終話の台本持ってないの？え、なんか岡監督の最終話の書き込んである台本。なんでそんなもの持ってきた？俺が持ってるんですよ。嘘。それ後ろの方は手作りだ。これあ、これ手作りだよ。ほんとそうだよね。そっかそっか。で、今週島さんのサイン。待って待って、あ、俺のスタイル。ヒデ君のサインとバイバイ。そこがお前のいいところだったっていう書いてあるけど、何？これもね、きっとまた撮ってください。何これ、超レアじゃないですか。レアレア。俺も初めて見る。2002年4月10日にクランクアップした時。
そういうことですよ。これ、岡さんに早急にお返ししたいと思います。すごいです、これ。当時の写真なんですよ、撮影した。今、子供はウルトラマン見たりしてる。見てる。見てる。コスモスかな。へぇ。これは、2ですよ。先生。2ですよ。先生。先生がサイパーに行って一人で楽しんでる時の写真ですよ、これ全部。いやいやいや、頑張った時、頑張った時、休みだけど俺は。俺らは、日本で、話数を重ねて撮ってる。映画でね、ウルトラマンとサイパーに出てますけど、20年ってあっという間ですよね。あっという間ですよ。だから20年のうち、そんなに会ってないね。そうなんですよ。でも、終わった後はちょこちょこ会ったんですけど、お互い、そう。もう、コスモスの後はすぐね、浮気して、リボーンになったからね。いや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 、すいません、リボンというアニメの極デラの声優さんなんですけど、これでまた火がドーンついて、はあ、ヒデ君が吹雪から極デラ、その後言ったら、うーわ、次はワンピース歌舞伎やってるわ、そうですね、そしたら、うわ、ナルトもやってるみたいな、そうですね、主演者様様です、すごく配信ジャンプ出てますから、はい、そうね、昔からね、そうですよ、原点であるコスモス、だから僕ね、だから、裏話みたいなのたくさん秀君の部屋でもしましたけども、春風コンビって初めはライバル関係の役だったんだけど、だんだん仲良くなってきてね、僕が一番忘れられないのは、ちょっと撮影が続いて疲れたので、楽屋で休んでたら、ふっと手が見えて、ふっと手が見えたので、なんだろうって言ったら、栄養ドリンクを秀君が、中山頑張れそうですか、めちゃめちゃかっけえなの、全然覚えてない、覚えてないですか、覚えてないです、僕を起こさないようにリモデルを置いてくれて、さ、まあ俺たちの撮影の時間より多いから、圧倒的に朝一入って僕の次のシーンが最後みたいな、あったでしょ、一緒に現場に行くんですよ、で僕朝一でやりました、でその後ヒデ君たちのシーンバーってやって、多分見ながら勉強とかしながら先帰ってくるんだ、で俺が最後に残りでまたバーって、はいはいはい、新人だからやっぱ初めに入って最後に帰るみたいなのもあったんですよ、まずカメラのこととかさ、はい、っていうのをあんなに1年半ぐらいガンガンこう教え込まれたっていうか、アングルとかね、そうそう、特撮って特殊でしたから、ね、うん、そこのイメージすごいまだ残ってて、すごい勉強になってますね、僕とは違ったまたコスモスを見る芝居とかもあるんですよ、はいはいはい、そうだね、これも返事したらちょっと待機しますみたいな、あ、そうだそうだ、はい、あ、ウルトラマンコスモスなぜみたいなのもあったよなぜ今ここにみたいな、確かに、気づかないようにする芝居も大変ですよね、気づかないようにするのも大変だけどさ40何話かね、そろそろこの辺りで吹雪見とくかみたいな、チラッと、そう、早めにね、最終回が50何話で終わるから、そうね、俺40何話でピカーって光ってる、そうそう、変身してるから、パッてここからバッて見てね、えっていう絵を撮った思いがあるんですよ、まさかみたいな、まだ言う、確かそんぐらいまで言ってる、うん、そしたらあのワンフル伸びたコスモスちょっと人気ありますワンフル伸びますみたいな話、急にそっからの方がやるじゃん、役が見てんだよ、だからセリフとかすごい気になっちゃって、なんて言っていいか知ってるくせに、早くのちょっとお前返事しろって言えばいいじゃん、確かにそうですよね、でもそれを言えないとかっていうのが微妙に大変だった、コスモスが52話から急に65話に増えてその増えた分だけ気づかない芝居しなきゃいけないですでも最後の最後に覚えてるから退治しましたね、そうそうそう、フィックスで弾いてて帰ってくるみたいな、で近寄ってしゃべるんだけど、いつか気づいてたんですかっていうネタに俺が薄薄なって薄薄な薄薄なって微妙だね結構な期間あったけどそうそうそう、まさかとか言ってるけど、はい、名言ですよ、内心かなり前からなってことです、そうです、まあ、これはあの YouTube でね、あの毎週やってますから、あ、そうですね、コスモス、まあ、YouTube でつぶらや公式でやってますんで、はい、カーモクで2話ずつ配信するんですね、はい、はい、ぜひこれも見て、薄薄な見てくださいそれ最終は近いからやっぱ似合うな、これ。よし。じゃあこれで。吹雪の決め台詞ってありましたっけ？ありますよ。20周年を満を持して。20周年。ようやっと私がコスモフラッグを手に入れました。ウルトラマン、吹雪タイミングがね、タイミングが悪いの、これ。使い慣れてない。ウルトラマン、吹雪
ていうか、ね、俺は口頭で言うと思うんだよ。でウルトラマンのあれがちょっとリーゼントっぽく、吹雪なんですね。ウルトラマン吹雪なんそうだよ。20周年なんでちょっと、はい、今回ね七夕にこれ、出してますけども、20周年イベント僕と吹雪隊員でやります。来ました、お待ちしております。はい、ちょっとね、8月のちょっと下旬になるんですけども、うん、もうすぐもチケットも発売するとは思うんですけども、どうしてもやっぱ20周年のイベントがしたいということで、サマーフェスっていうんですかね、ステージでお待ちしてますので、ぜひシークレットゲストもいますので、おはい、ちょっと20年ぶりといいますかそう楽しみだね、はい、シークレットゲストとともに、はい、ちょっと春風コスモス祭りを開催したいと思います、はい、ぜひね、その時にまた今月だから来月末にまたお会いできたら、実際お会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今回は20周年のスペシャルゲスト、一ノ瀬くんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。今度はね、一ノ瀬くんも一ノ瀬くんのチャンネルやっておりますので、吹雪の部屋ですかね。今回武蔵の部屋だったんで吹雪の部屋お邪魔したいと思います。それではこのチャンネルがいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひね、ウルトラマンコスモス20周年をみんなで楽しみましょう。ありがとうございました。バイバイ。やっぱりなんだろう、戦友って言い方が違うんだけど。でも戦友に近いと思います。いつまでもそこはその子たちのヒーローですよって言われてもそう刺さって